韓国で日本企業のイベント中止が相次ぐ。韓国の連合ニュースによりますと、日産やソニー、JT などが韓国でのイベントを中止したことが明らかになりました。現在、韓国では日本企業や日本車など日本製品を狙った反日テロが続発しておりますので、日本企業の皆様には、 社員の安全を第一に考えていただき、社員や社員の家族の安全確保を最優先していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。